まあ、ガーシー議員の当選は一つの歴史が変わったことを証明したんじゃなかろうかと思います。おおむね100万人以上いるその自分のチャンネル登録者に呼びかけると、普段選挙に行ってなかった YouTube を見てる人が選挙に行って自分のファン、このねガーシーを当選させるってことが可能になったと。チャンネル登録100万人とか120万人とかいると、そのうちの3分の1とか4分の1がまあその人に票を投じるってことでしょうね。で、特にこうゴシップみたいな既得権益の闇を暴くっていうのはもう鬱屈した、やっぱり年代がねずっと願ってたことなんで、まさにそういった奴らに足元すくってやろうみたいなエネルギーが普通と湧いていたんじゃなかろうかと思います。まあでもその他にもそのチャンネル登録100万人とか200万人いる YouTuber ってゴロゴロいますんで、まあ国家権力を握ることは可能でしょうね。逆に言うとその国会議員の発信力のなさ、本当しょうもないと思いますよ。で、なんか立派なことを言ってるかもしれませんけども、知られてないっていうかね、それこそね YouTube で人に集まってもらうような、そういった拡散力を持たなければ、なんか身内でゴロゴロ言ってるだけになるでしょうね。またやっぱこうすごい喋りが下手ですよね、国会議員の皆さんはね。一体誰が投票してるのかなと思うぐらいですけど、まあ時代が変わったよね。特に選挙カーでわーわーがならなくてもいいし、そのお金を使って選挙に臨まなくてもいいと、 YouTube で発信すれば、なんならお金儲けながら当選しちゃうみたいな時代ですよね。いってらっしゃい。